存分に PR をさせていただきました。この後も引き続き各沿線自治体についてご紹介をさせていただきます。続いては添田駅へと向かってまいります。添田町には添田町で採れた新鮮なお野菜や特産品、工芸品などを販売している道の駅観遊者彦さんがございます。本日皆様にはその道の駅観遊者彦さんに寄っていただきますが、本日限定で地元で採れた新鮮野菜を使用した簡単な野菜料理やジビエ料理の販売も行っています。さらに観遊者ロビーでは添田町の菓子店楠本菓子店や東工房消防車の陶器を販売しておりますので、ぜひお立ち寄りください。また添田町のマスコットキャラクターひこちゃんとゆずちゃんが皆様をお出迎えいたします。日本最古の奴隷といわれるひこさんガラガラと山伏をモチーフとしたかわいいマスコットキャラクターです。ひこちゃんという名前は添田町の自然の美しさを代表する名峰ひこさんから、ゆずちゃんという名前は添田町の特産品であるゆず胡椒からネーミングされました。皆さんと会えることを楽しみにしていますので、ぜひ一緒に記念撮影などいかがでしょうか。続いて続々と各沿線自治体のご案内を申し上げます。全然帰ってこない気持ち。
崎町を通過中でございます。皆様に改めましてのご紹介にはなりますが、本日お手元に お届けいたしました特製弁当は、ゆきべさんとジャンボ